記号 PR 記号開き格好ワシントン・清水健治都市格好米議会与党共和党の浄化両院指導部は15日、2018年から法人税率、連邦税を現行の35%から21%に引き下げることを柱とする税制改革法案で最終合意した。週明けにも浄化両院で最終案の採決を行うが、可決される公算が大きくなった。所得税減税も実施し、 減税規模は今後10年間で約1.5兆ドル、約160兆円となる。税制改革は、経済成長率3%超を目指すトランプ政権のも重要課題。上院と下院が可決した法案の内容が異なったため、一本化作業を行い、13日に大筋合意した。当初は20%の法人税率を目指していたが、財源確保に必要な優遇税制の縮小。 廃止策を一部変更するのに伴い、21%とすることで折り合った。実施時期も会員が来年、上院は19年と異なっていたが、18年とすることで一致した。最終案では子育て世帯向け優遇税制など一部を修正。複数の上院議員が賛成に転じ、約30年ぶりとなる大型減税の年内成立に大きく前進した。上下両院でそれぞれ可決されれば、 トランプ大統領の署名を経て成立する。上下院で最終合意したことで、共和党指導部は両院での可決に自信を深めている。